Holy is the ultimate gamer. He's earned that name. Holy one. A great guy. And his videos are fantastic. Oh, すごいね. 俺に初めて出会った時から その覇気があってくれりゃこんなことにはならなかっただろうに。もう時計の針は戻らないんですよ。後悔しても始まらない。ああ、来いよ。行くぞ、秋山。 さあ、脱げや。ヒドちゃん。おお、ええ体しとるやないか。脳ある鷹は爪を隠すちゅうやつか。秋山さんの店であの金を見たとき、チャンスだと思ったんです。冴島さん、俺に言ったじゃないですか。極道のチャンスは一度きりだって。
って俺は今感じるんです。今がまさにその瞬間だってことを。そうか、なら俺がちゃんとお前の思い受け止めたるわ。しっかりお願いしますよ。ああ、手加減なし。死ぬかもしれへんけど文句言うんじゃないエラ。はい、ほいや起動。
覚悟はできてるよな。ええ、飛龍さんならこの金なんか使わずに道場会を立て直してみせろって言うんでしょうね。さあ、それは分からない。お前の立場になってみないとな。譲れるもんなら譲りたいです。だが俺にも意地がある。俺を信じてついてきてくれた仲間に俺なりの生き様を見せてやりたい。あんたが昔俺に見せてくれたようにね。大吾、またこうして直接戦えるなんて思ってもみませんでした。でも正直こうして戦えることが嬉しいですよ、飛龍さん。来い。俺が東条会という大門の重さきっちり体で教えてやるぜ。行くぞ飛龍。
うした？やっぱりあなたは逮捕しません。辞職させていただきます。副総監、どういうつもりだ。刑事としての行動を逸脱してしまうかもしれないってことですよ。何をバカなこと。この人数相手に何ができる。お前も父親と同じように犬死にするだけだ。宗像さん、あんた全然分かってない。この町にはね、たとえ相手が100人200人いようが、たった一人で戦う人たちがいるんですよ。彼らのようにね。それじゃあ現場捜査の時の感覚、数十年ぶりに味わってもらいましょうか。やれ、こいつは早く殺せ。副総監、いや宗像清志郎、お前の野望はここで終わりだ。覚悟しろ。
から。
Try harder next time.